まずモンスト初期において覇権を握っていた友情コンボといえばこちら、ワンウェイレーザー。ワンウェイレーザーは上方向に特大レーザーが発射される友情コンボで、下側への配置が必要なもののその分威力が非常に高く、当時は最強の友情コンボであった。ワンウェイレーザーといえばやっぱりアーサーで、その後テキーラやノンノが実装されてワンウェイレーザー最強時代が続いていったって感じだな。配置が必要な分、うまくレーザーが当たった時はめちゃめちゃ気持ちいいし、その威力も当時の他の友情コンボとは一線を画してたぞ。これら砲台キャラは、配置がしやすく友情誘発もできる貫通爆発持ちのキャラと相性が良く、アーサーはゼウス、テキーラはナポレオンといったように相棒がいたのも印象的だな。あと、テキーラは横貫したら元の位置に戻ってきて良い配置をキープできるっていう小技なんかもあったな。そしてその後は超絶クシナダが実装。その友情コンボプラズマの威力が凄まじく、覇権を握ることとなる。当時のプラズマはシンプルに威力が高かったし、ワープに入っても継続する謎仕様もあってめちゃめちゃ強かったな。テキーラのワンウェイレーザーがボスに対して60万程度の火力を出していたのに対して、クシナダのプラズマはうまく引っ張れれば100万以上のダメージを簡単に出せるという異常な火力感だった。ただ、プラズマは強すぎたのでその後下方修正され、威力ダウンとワープ中の継続仕様がなくなっちゃいました。それでもクシナダ自体はまだまだ全然強かったけどな。他にもこの時期強かった友情コンボといえば、イザナミの反射レーザー L4、ヤマタケのロックオンワンウェイレーザーなんかもやっぱり印象的かな。進行方向考えながらイザナミの反射レーザー使うの楽しかった。まあ、初代超絶御三家はとにかく優秀すぎた。そして超絶つくよみにおけるリボンやウリエルなどの活躍によってスピードアップの強さが知られ出したのもこの時期かな。スピードアップは高難度向けだけど、今に至るまでずっと優秀な友情コンボだよな。あとは、この時期にローレライに神化が実装されて、新友情コンボ超強貫通ホーミング8が砲撃型で搭載。その異常な雑魚殲滅力によってかなりのインパクトを残し、ローレライはリセマラランキング上位にランクイン。そしてさらにモンストは新たな転換期を迎える。2015年1月、ルシファー実装。ここでモンストの顔登場。ルシファー神化の友情コンボはその代名詞とも言えるエナジーサークル L。エナジーサークルは自身の周りを円形に攻撃する友情コンボで、範囲力ともに超優秀。それまで強かった友情コンボは配置や引っ張りが必要だったけど、エナサーは当たるだけで完結する楽ちん友情ってのもかなりでかかったな。あと、ホミキューやレザバリなどの妨害を受けないってのも最高だったぜ。ルシファーは友情コンボだけでなくバリアや SS の大号令など全てが高スペックで、当時のクエストをギミック無視でガンガン破壊していった。当時最難関であった超絶クエストはそれぞれの適正キャラたちがいて、リゼマラランキングでもトップを張ってたけど、ルシが一体で全ての超絶クエストを破壊して一気にリセマラランキング最上位に躍り出ちゃったぞ。ルシファーはその後も超絶大黒天や爆絶エデンまでイナサーで友情ゲーにしちゃって、かなり長期間最強友情キャラの一角として君臨することになるぞ。イラストやキャラクターとしての人気も高く、モンストの顔になっていったってわけだ。ただ、モンストの顔はルシファーだけではないと言わんばかりに、その後アーサーが神化。かつて一時代を築いたワンウェイレーザーを捨て、新たにロックオンワンウェイレーザーを搭載することとなった。ロックオンワンウェイレーザーは当たるだけで勝手に近くの敵に高火力レーザーが飛んでくれるし、お手軽感が最高だったな。同友情コンボを持つヤマタケやアトスの時点でかなり便利だったけど、アーサーはゲージなし重力ダメを対応という超広汎用性の上に、このお手軽友情がついたのがめちゃめちゃ使いやすくてよかったな。タグ友情の十字レーザーも謎にメイン友情威力に設定されてて強かったし。そしてアーサー神化と同時にウォッカの神化も実装され、ローレライ同様超強貫通ホーミングが搭載。このウォッカの超強貫補でクシナダの雑魚が溶けていくのが衝撃的だったぜ。さらにアリスにも神化が追加。メイン友情として超強貫通ホーミング、サブ友情にも貫通ホーミングが搭載され、ますます貫通ホーミングの人気は加速していった。ホミキューがあったらレーザー、レザバリがあったらホーミングが強くて、そして何にも妨害されずただただ強いエナジーサークルが君臨するっていう時代だな。友情で火力を出すには配置や引っ張りが必要だった時代から、当たるだけで火力が出せるお手軽友情時代に推移してきてる。そして2016年に突入し、新たな新春限定ガブリエルが登場。ガブリエルはもともと大黒天が持っていた友情コンボ電撃を搭載。電撃は近くの敵に順番に伝っていく友情コンボで雑魚処理向けのものだったけど、ゴーストやティガーみたいな、ボスがビットンや装甲に守られてる場合には、電撃がボス周りのビットンを伝っていってボスにも多重ヒットで大ダメージが入るのが強かったな。中でも沖田がボスの、水と基地をこのガブリエルの高火力電撃で高速周回できるようになったのは革命的だったな。さらにガブリエルの実装から半年後、ロキの重心化が実装。
砲撃型初のロックオンワンウェイレーザーが搭載され、単体火力最強の友情キャラとして君臨することとなる。マジで馬鹿げた威力してたよなこれ。ロキは他にもサブに爆発持ってるのと、SS のランダで張り付いて配置しやすいのも強かったな。あと、ロキの重心化の直後に爆絶エデンが初降臨して、ルシガブロキの最強友情トリオが活躍したぞ。1年半経ってもルシがまだ強いのヤバすぎる。ちなみにこの時期にアラジンの重心化が実装され、アラダル砲なんかも確立されたぞ。もともと不具合だったのが正式な挙動に昇格した伝説の合わせ技だな。そして2017年になり、新春限定パンドラが実装。友情引っ張りハンティング時代の幕開けです。パンドラはもともとダルタニャンが持っていた追従型貫通弾を砲撃型でさらにメインサブの両方に搭載。追従型貫通弾は友情発動後、動いてる味方に向かって貫通弾を撃ち続けるというもので、うまく引っ張れれば簡単に100万以上のダメージを出すことができ、それまでのモンストでは考えられないような火力感を誇った。しっかり火力を出すには貫通の引っ張り役とある程度のテクニックが必要なのがポイントだな。それまでのルシガブロキみたいな当たるだけのお手軽友情コンボから、クシナダのプラズマみたいに引っ張りが必要な時代に戻ったってわけだ。ただ、引っ張る手間がある分、パンドラの配置や引っ張り役の弾き方などいろいろ考えるのが結構面白くて、うまくいけばめちゃめちゃ火力出るし、この時代が好きだったって人も結構多いんじゃないかな。そして2017年3月に爆絶マグメルが実装し、新友情となるコピーが搭載。コピーは触れた味方の友情コンボをそのままの威力で出す友情コンボで、爆発誘発のような威力半減がなく、友情コンボの属性をコピーキャラの属性に変えられるといった特徴があった。そしてその後は砲撃型の弱点ロックオン衝撃波と反射衝撃波によってアバロンを筆頭に様々なクエストを壊したグイネリアが登場したり、ノンノガ重心化によって砲撃型のツインワンウェイレーザーと全敵メテオを搭載。ワンウェイレーザーの復権とも言えるような凄まじい威力だったな。全敵メテオも優秀で、爆絶マグメルでは非常にお世話になりました。そしてさらに2017年7月、X フラッグパーク2017にてモーツァルトの重心化が発表。重心化によって砲撃型のメイン友情に貫通ホーミング18、サブ友情にホーミング28が搭載され、大ホーミング時代の開催が決定した。普通の貫通ホーミングは超強艦砲の 0.7 倍ぐらいの威力なんだけど、それまでのホーミングキャラたちよりも弾数がかなり多いからメイン友情だけでも火力が高くなってて、しかもサブ友情で28発もホーミングを飛ばすからとにかく総火力がはちゃめちゃに高かった。これはさすがに弱いだろと思われたホーミング打つだけ SS も、なんか想像以上に火力出てめっちゃ強かったし、誰もがローレライが次のホーミング時代を築くだろうと思ってた中、まさかのモーツァルトがそれをやってのけたってのもびっくりでした。モーツァルトは周回クエストはもちろんのこと、友情が通る高難易度クエストでも活躍、大ホーミング時代を築くに至った。今でもこのボール絵を見るとなんか安心感すごくて落ち着くんだよな。そしてそんな中、ちょうど同時期にもう一人のぶっ壊れ強友情運枠が誕生してたんだ。強友情運枠キャラ、誰かいたっけ？ハガレンコラボ第1弾より、リザフォークアイが実装。そして新友情コンボ長弾が搭載。あ、これは確かにぶっ壊れだ。長弾は画面上すべての敵に弾が跳ね返っていく友情コンボで、最初に遠くの敵に着弾して、その後さらに遠くの敵にヒットするってのを繰り返すから、敵の数が多いほど火力が出やすいし、中心に近い敵に火力が出しやすかった。あと、ガブリエルの電撃みたいに、ボスがビットンやシールドに囲まれてる場合は多弾ヒットしてとんでもない火力が出るんだよな。雑魚処理が強いのは言わずもがな。場合によっちゃボスにも大ダメージが出せて、なんでこれが最初に運極キャラについたのか謎すぎた。そしてさらに翌月、信長が重心化。超強斬撃と超強次元斬のダブル斬撃によってホミスやレザバリの妨害を受けず雑魚処理ボス削りともに凄まじい火力を見せた。闇属性の反射アンチダメボタン浴びっていうパンドラとかなり類似した性能だったけど、当たるだけでまんべんなく高火力が出せる信長、うまく引っ張れれば超火力が出せるパンドラって感じでうまく線引きされてたかな。そして2017年後半では砲撃型の爆破拡散弾が強かったカメハメハが登場したり、ダッキが重心化によって新友情コンボランページレーザーを搭載。ランページレーザーが強いかどうかについては賛否両論あったな。そして2017年最後のイベント幕末維新伝2の章では、砲撃型初の分裂貫通衝撃波を持ったペリー、ガチャキャラ初の長弾を持った高杉晋介、砲撃型の超強艦砲と扇形拡散弾を持った吉田松陰が実装。
分裂貫通衝撃波はその見た目から初心者マーク友情とか言われてたな。あと結構仕様が面白くて、まず友情を出したらダンク状に進んで壁に当たったら最初に45度に分裂して、その後は90度に反射していくって感じ。ボスが角にいる時は、その対角線上の壁に初心者マークをぶつけてあげるとめちゃめちゃ火力が出て楽しかった。この新イベのせいで、年末のイベントキャラは強いっていうイメージが定着した感ある。ということで、限定のパンドラのほか、工場キャラたちが結構強かった2017年でした。ロキア・パンドラ、モーツァルト、カメハメハと、この時期の超友情キャラはその後重心化カイや重心化でみんな微妙な感じになっちゃったな。そしてモンストは怒涛の2018年を迎えることとなる。その口火を切ったのは新たな新春限定マナ。触れただけで画面全体を焼き尽くす新友情コンボインボリュートスフィアによってモンスターストライクは新たなステージへ。超絶クエストはもちろんのこと、爆絶のシャンバラやマグメルまでも友情芸にしてしまい、それまでのモンストの常識が覆るほどの活躍を見せた。バリアと大号令持ちでさらに円を描く友情コンボってので、かつてのルシファーを彷彿とさせるには十分だったな。そしてその後アポロ X の重心化が実装し、新 SS である友情ビット展開によってワンウェイレイザーの本数がすごいことになり、超友情キャラとして覇者の塔などで大活躍。一方で通常のアポロは重心化で新友情コンボランキ弾が搭載されて一世を風靡してたな。そしてこの時期モンスト界に大きな出来事が起こる。2018年6月近畿の極実装、覇者の塔に次ぐ毎月の高難度イベントが新しく登場し、モンスト界は大盛り上がり。そんな中、図鑑に謎のキャラが存在していると話題に。その名は刹那。そして刹那は放電という謎の友情コンボを持っていた。刹那が近畿15極の EX キャラであることが判明。徐々に刹那の所持者が増えていき、放電の仕様も明らかに。放電は近くの敵から電気が伝わっていく。一味ガブリエルの電撃と同じ友情コンボだが、電撃は敵に伝わるたびに威力が減衰していく一方、放電は逆に威力が上昇していくというとんでも仕様であった。あと、放電は電撃よりも通電範囲が広くて、ちょっと離れた敵でも余裕で通電していくのがヤバかったな。通常のクエストはもちろんのこと、敵に内部弱点があるクエストでは他の追随を許さないレベルの無双状態だったぞ。一応降臨キャラだけど、普通にガチャキャラと比べても上位の性能になっちゃってたな。そして、そんな近畿の極実装で大盛り上がりのモンストだったが、さらなる衝撃がストライカーたちを襲うこととなる。舞台は幕張メッセ、X フラップパーク2018にて、ルシファー重心化。かつて一時代を築いた最強の打天使が再び蘇る。劇的な演出とともに重心化が発表され、同時に新友情となるダブルエナジーサークルが実装。指パッチンからの2つのエナサーが出現した時の鳥肌がすごすぎてシャンバラになっちゃったな。縦長なスマホの画面とこの縦に2個並ぶダブルエナジーサークルの相性が良くて、範囲と火力がマジでヤバかった。地雷対応のマナ、ダメオ対応のルシファーって感じで、マナと一緒に大暴れだったぜ。マナとルシファーの2大巨頭が君臨する中、さらにモンスト界に凄まじい衝撃を残したあのキャラが登場。2018年8月、新たな超重心再限定キャラモーセが実装。非属性キラーのノル教団とスプリットバレットによってあまたの非属性クエストを崩壊に追い込み、対非属性最強のキャラとして君臨した。スプリットバレットは友情が敵に当たると分裂して、分裂した友情が敵に当たるとさらに分裂していくっていう友情コンボだな。貫通するから火力が出しやすくて、敵がたくさんいる時の火力が凄まじかったのと、覇者の塔40回でのヒット数稼ぎなんかも流行ったな。スプリットバレットは今に至るまでモーセ神かのみが持っている友情コンボで、なぜかその後他のキャラに実装されなかったのが謎だな。重心化して超強スプリットバレットになるかと思いきや、全然違う友情コンボになっちゃったもんな。あと、モーセ神かは他にも SS のおかげで味方の友情を出しやすくて艦隊性能もむちゃんこ高かったし、超アンチダメオと非属性キラーで自身の殴りもピカイチだったな。強すぎて、モーセは実装するのが早すぎたってよく言われてました。そして怒涛の2018年はこれではまだ終わらない。さらに10月の周年イベントにてアーサーとアリスが重心化。いやこの年マジヤバいな。アーサー重心化には新友情コンボ全敵ロックオンワンウェイレーザーが追加され、アリスにも新友情コンボとなる超強貫通ホーミング18が追加。それぞれ最強のレーザーキャラ、ホーミングキャラとして返り咲くこととなった。全敵ロックオンレーザーは初めて見た時のインパクトがすごかったな。相変わらずのレーザーバカで愛くるしいぜ。アリス重心化はホーミングはもちろん、サブ友情のバラージショットガンも結構偉くて、
使っててめちゃめちゃ楽しかった。この2体はもちろん友情コンボが強いんだけど、アーサーはアビリティの汎用性がすごかったり、アリスは攻撃力が謎に高かったり、友情以外も高スペックで総合力が高かったって感じだな。あと、2018年後半はリコルが砲撃型の超強フレアによって強友情キャラとして名を馳せたり、星5最強の友情キャラセイラーマーズが爆誕したりしました。貫通インボリューとスピア持ちの使いやすさはヤバすぎた。もう星5制限これだけでいいじゃん状態だったぞ。トマーマナ、ルシファー、アーサー、アリスの四天王が君臨したまま2018年が終わり、モンスターストライクには2019年がやってくる。マナ、ルシファー、アーサー、アリスの四天王誕生とともにモンストは2019年へ突入し、2019年1月1日、新たな新春限定キャラソロモンが登場。そしてソロモン進化に新友情コンボとなる追撃貫通弾。神々はシュリンガーラにて初登場したボムスローと新友情の貫通弱点ロックオン衝撃波が搭載された。神々の貫通弱点ロックオン衝撃波は、それまでグネリアなんかで強かった弱点ロックオン衝撃波の貫通版ということで、どこからでも確実に弱点を攻撃してくれるし、さらに火力が出しやすくなっててかなりの衝撃度だったな。特に近畿銃みたいな雑魚敵に弱点があるクエストは片っ端からぶっ壊していったし、同時処理がめちゃめちゃ大変だったラグナロクの雑魚たちを友情で溶かしていく光景は忘れられない。あと、それまでの新春限定の砲撃型キャラはみんな反射タイプだったんだけど、ソロモン神化は砲撃型の上貫通タイプということで、他のキャラの友情が出しやすく、艦隊性能が非常に高かったのも特徴的だった。ボムスローで友情誘発もできたもんな。ボムスローで火力を出すには発動を、ある程度敵に当てる軌道を描く必要があって、マナやルシファーみたいな当たるだけで完結するのとは違って、どちらかというとパンドラ神化よりの友情コンボだな。ソロモンでボムスローめっちゃ強いってなってシュリンガーラも再評価されてた気がするぞ。そして翌月の2019年2月にワルプルギスの重心化が実装。新友情コンボ全敵貫通ロックオン衝撃波が搭載され、脅威の雑魚殲滅力を見せた。全敵貫通ロックオン衝撃波は文字通り画面上全ての敵に属性貫通弾が飛んでいく友情コンボで、雑魚処理能力の高さはもちろんのこと、雑魚が多い中、ボス裏に配置して発動できればボス単体にも凄まじい火力を出せたな。ただ、雑魚処理が終わってボスだけになった時の単体火力が結構しょっぱいっていう欠点はあった。そんな欠点が補われた友情コンボも後々登場してくるな。そして翌月の3月、ゴーデツアブブタと神獣の聖域に歴王が追加。アブブタはチップ層、歴王は超強スパークバレットとそれぞれ優秀な新友情コンボが搭載され、共に派遣運枠となっていく。チップ層はボスの弱点に当たった時異次元の火力出たし、超強スパバレは見た目以上になんかめちゃめちゃ火力出るって感じで、どちらも運枠ってレベルじゃなかったな。その後、ダイヤモンドが重心化。まさかの新アビリティ友情ブーストが登場し、ストライカーたちに衝撃が走る。友情ブーストは友情コンボの威力が 1.5 倍になるしごくシンプルなアビリティで、その後は UVM や EL なんかを持つキャラも出てくるな。そんなアビリティ実装しちゃって大丈夫なんですかって驚いた記憶があるぜ。ただ、ダイヤモンド重心化はサブ友情が防御力アップで友情ブーストが乗ってこないってのがかなりお茶目でした。これは相当お茶目。ただ、メイン友情はスクランブルレーザー L で、友情ブーストの乗るスクランブルレーザーがかなり強かったってのは、この後の大きな伏線になるかな。そして6月にはハイビスカスが登場。砲撃型で闇属性キラーの乗る機弾とトライブパルスによって豪絶アブブタをぶっ壊し、友情ゲーに、アブブタは当時最強の運枠キャラだったけど、クエストがかなり難しかったからこのハイビスカスはまさに救世主だったぜ。さらに2019年7月、X フラッグパーク2019にてガブリエルが重心化。進化ベースには新友情コンボとなる超強電撃と超強攻撃アップがつき、神化ベースにも新友情のサイドダブルエナジーサークル L が搭載。超強電撃は通常の電撃よりもかなり威力が上がってさらに通電時の威力減衰率も減ったけど、ルシファーの横バージョンであるサイドダブルエナサーを持ってて、さらに6アビリティ所持の神化ベースの方が印象的で、カルナやパラドクスなどの豪絶で大活躍だったぜ。そして同時に夏アルファシリーズにも重心化が実装され、中でもノンノアルファは貫通重力ブロックダメを対応の超汎用性能に全敵貫通ロックオン衝撃波と全敵溶解と殲滅力の高い強友情が搭載され、普段使いはもちろん、近畿16などの高難易度でも大活躍し、アルファキャラ台頭の先駆けとなった。この時代でこの3ギミック対応はめちゃめちゃレアで超優秀だったし、友情の単体火力の出しにくさは12ターン弱点超ダメージ SS で補えてて、何回にわからんぐらい強化されてたよな。そして翌月にはノア重心化が実装。新友情コンボとなる超強プラズマは通常のプラズマの2倍の威力を誇り、
副友情のスピードアップとも相性抜群であった。超強プラズマは使ってみると想像以上に火力出てビビった記憶があるな。あとシンプルに加速は偉かった。さらに同月豪絶コンプレックスが実装し、新友情コンボのボールボムが搭載。ボールボムが壁に当たると広範囲爆発が起こり、ボスのような複数判定拾える敵に対して高いダメージを出すことができた。爆発判定で友情誘発をできるってのも運枠として優秀だよな。後々最強のボールボム使いが爆誕することはまだ露知らず。そして2019年10月、ある出来事によってモンスト環境は大幅に変化することとなる。なんだなんだ。モンスト6周年記念イベントにて、新コンテンツ重心化会の実装が発表。そしてそれに伴い挑戦系も追加。とうとう北超砲撃時代の到来か。超バランス型や超砲撃型などそれぞれの戦型に超が実装され、中でも超砲撃型の爆発誘発で友情威力半減が起きないという仕様は革命的であった。この時はまだ超バランス型の属性効果アップ倍率が 5% と控えめだったから、威力半減をなくせる超砲撃型と単純に加速が強い超スピード型が人気になっていったって感じだな。白爆発イエルを持つエデンやボムスローのシュリンガーラ、ボールボムのコンプレックスなどの爆発持ち運枠の評価もさらに上昇していくぞ。ただ、この超砲撃型の実装と同時に、この6周年イベントではもう一つ友情コンボ界において大きな革命が起きていた。それは茨城同時アルファの重心化。初の友情ブーストプラスコピーという組み合わせを持っており、それは好きなキャラのメイン友情威力を 1.5 倍にできるということを意味していた。ルシアマナの友情をさらに強くできるって衝撃がやばかったし、マジでそんなのありかよって感じだったな。超砲撃型の実装で爆発の価値が上がって、もう一つの友情誘発手段であるコピーの立場が危ぶまれると思われたけど、それをさせまいと言わんばかりに同時に茨城同時アルファの重心化が出てきたのが面白いっす。このコピープラス友情ブーストやキラーを持ったキャラの登場によって、悪魔的な組み合わせが誕生するのはまた先のお話。あと、この時同時に損傷光の重心化も実装され、砲撃型のトライデントレーザーと爆破拡散弾がかなり強くて早速超砲撃型にしてた人も多かった印象です。損傷光は砲撃型で貫通の爆破拡散弾持ちってのがめちゃめちゃ偉くて、自分が動く時に爆破拡散弾をボスの内部で発動することができれば、すんごい火力が出せたから超砲撃との相性が良かったんだよな。この仕様によって、ノマクエワンパン周回要員として長期間活躍することになるぞ。そして月末にはムツムネミツなんかも登場。分裂貫通衝撃波に乱気弾となかなか癖強めな友情持ちだが、砲撃型で友情ブーストに魔法陣ブーストまで乗ってくるということで、ちゃんと友情が当たった時の火力が凄まじく、結構ファンが多いキャラであった。乱気弾もここまで威力が高いとさすがに強いのかって感じだな。さらにその後豪絶アンチテーゼが実装され、その新友情コンボ爆撃は2方向に爆撃機が発射しその通過ルートに一定間隔で爆弾が投下されるといったものであった。弱点キラーが乗って威力もかなり高いし友情誘発もしてくれるしで、即最強運枠の仲間入りだな。アンチテーゼはパワー型の高攻撃力で放たれるミサイル SS もめちゃめちゃ強くて、その辺のボスだったら簡単にゲージを飛ばしてたぞ。アブブタが重力マイン対応だったのに対して、アンチテーゼはダメを魔法陣対応ってので差別化されてるのも良かったな。マジであの超精サモジローを発明した人は、モンスト界のエジソンと呼ばせていただきたい。さらにその後、かつてホーミング時代を築いたローレライとウォッカが重心化。ローレライは砲撃型に超強貫通ホーミング18と超溶解が搭載され、ウォッカは砲撃型の超強貫補12に超強メテオと弾数が抑えられたものの、スアビのカウンターキラーで友情でも殴りでも高い火力を出すことができた。ローレライは相変わらず友情以外弱くてその代わり友情に全振り、ぶっ壊れって感じで最高だったな。バランス型のアリスの時点でめちゃめちゃ強かった超強貫補18が砲撃型威力で出せるから無論超高火力で、サブ友情の超溶解でホミ級の処理もできていらすぎた。マジで、喜んで超砲撃にしたくなる性能だったな。そして友情全振りのローレライとは対照的に、ウォッカは友情が強いだけでなく弱点特攻 SS によって殴りステージでも活躍。近畿8なんかはメテオで雑魚が倒せるわ、SS でボス削りが簡単になるわでまた一段と楽にしてくれた印象だな。そして年末のクリスマスイベントでは弱点キラーのノル追撃貫通弾が強かったグングニルアルファや、砲撃型のクロススチェンガーに超絶ホーミング6を持つグリム兄弟アルファなど、シンプルに友情が強いキャラたちが実装。グングニルアルファは当時最高難度と言われた近畿24を友情ゲーにしてしまった功績がマジででかかったな。豪絶アンチテーゼでも大活躍だった。とまあ2019年は豪絶環境の色が強くなって運枠のレベルが高くなり、さらに挑戦系の実装やアルファキャラの台頭などが印象的な年でした。
そしてモンスターストライクは怒涛の2020年を迎える。まず2020年はこの男から始まった。新たな新春限定、エクスカリバー実装。新春初の男キャラ、そして衝撃のオートジャベリン。まずエクスカリバー進化にはアーサーからもらい受けた電的ロックオンレーザーが EL になり、新友情として搭載。そして神々には新友情コンボオートジャベリンと刹那が衝撃を残した放電が搭載された。オートジャベリンは動いてる味方に8発の属性貫通弾が搭載されて、順番に近くの敵を襲っていく新友情だな。一発一発の火力がバカみたいに高くて、ほんと強すぎてドン引きするレベルだった。敵が死んだらすぐ次の敵を狙ってくれるのも偉いし、エクスカリバーに当たるだけで完結するってのもお手軽で偉かったな。無論サブ友情の放電も強いし、放電で雑魚処理してからのオートジャベリンでボスをゴリゴリ削れるってのが相性良かった。強すぎて、当時のストライカーたちはみんなベタ褒めでした。まあただ、エクスカリバーには唯一欠点があって、それが重心化キャラじゃないから超砲撃型にできなかったということ。これが結構でかかったんだよな。このせいでこの後出てくる砲撃型のキャラに劣っちゃって、新春限定の中では少し息が短かった印象だな。あと、この年は実はもう一体ビナーっていう新春限定キャラも追加されてました。イラストが人気だったぞ。ちなみにこのお正月にゴーゼツイデアが実装されて、新友情コンボのグリッターボールなんかも登場しました。壁に触れるほど威力が上がって、しかも手番のキャラに向かって飛んでいくっていう超癖強い友情だな。癖が強い分理想火力がめちゃめちゃ高くて、使ってて楽しい友情コンボだったぜ。その後、ルビーに重心化が追加。攻撃型貫通友情ブースト付きでツインダンクレーザー EL と超強貫補12が搭載され、最強のロマン砲キャラがここに爆誕した。ルビーはローレライ同様、ステを犠牲にして友情にギャンフリしてるのが気持ちいいよな。攻撃型で優遇の乗るツインダンクの気持ちよさは言わずもがな。ダンクレーザーだけじゃなくてサブ友情に貫通ホーミングを持ってるから、単体だけじゃなくて雑魚の殲滅もできるのが偉かった。あと、ルビーで注目されたのが超攻撃型におけるある隠し要素で、通常、SS の反撃モードで出される友情は威力が半減されるんだけど、超砲撃型にすると反撃による友情威力が10倍になるといった仕様があったんだ。そもそもダンクレーザーは反撃モードとめちゃめちゃ相性がいいし、さらにこの隠し要素もあって戦型の書の仕様待ったなしだったぜ。そしてルビー重心化の直後、豪絶レクイエムが実装。貫通の砲撃型で友情コンボには超強貫通拡散弾 EL5 と新友情の SS 短縮弾を所持。シンプルに砲撃型の超強貫通拡散弾が強かったのと、アビリティからエデンとの相性が良く、超砲撃型にしてエデンとよく一緒に使ってたぜ。てか、豪絶環境に入ってから超友情を持った降臨キャラがバンバン出てくるな。そしてその後、モンストに凄まじい衝撃を残した伝説の超友情キャラが爆誕する。あの超砲撃の申し子がここで来るのか。2020年4月、ブーフォーオール重心化発表。可愛い顔した悪魔の脳筋アイドル。モンソニシリーズの限定キャラであるブーフォーオールはダルタニャンとシオンからなるアイドルユニット。重心化による強化内容は一見、神化の性能をところどころ伸ばしただけといった感じで、性能発表段階での評価はそこまで高くなかった。スクランブルレーザーが M から L になって、さらに友情ブーストがついたって感じだな。字面だけ見たら大きな変化はないように見えたのか、ただの情報修正じゃんとか言われてたぞ。ただ、その後重心化が解禁され実際に使われ出すと、ストライカーたちによる鬼の手のひら返しが始まることとなる。爆発とともに放出されるスクランブルレーザーは画面全体を覆い尽くし、画面上の敵をまた瞬間に殲滅。その光景には、なんか友情火力おかしくない？ローレライ、いや、もしかしたら X より強いんじゃない？など驚嘆と絶賛の嵐であった。実際使ってみるともうはちゃめちゃだったもんな。画面全体にレーザーが飛んでいき、基本雑魚は全員いなくなって生半可な HP のボスだったら余裕でぶっ飛んじゃう。サブ友情に超強爆発を持ってるから、超砲撃型にして複数積めばみんな10倍でこの悪魔的レーザーが発射されるから艦隊性能が異常に高い。しかも友情特化キャラかと思いきや、攻撃力はゲージ込みで3万を超えマイス EL まで持っちゃってて、普通に殴りも強い。個人的に使ってて一番楽しかったキャラまであるな。ということで、ブーフォーオールは重心化によってエクスカリバーに並ぶレベルの友情性能を獲得し、一気に環境トップの座にランクイン。そして翌月には真珠が重心化。イデアの持っていたグリッターボールを砲撃型で搭載しており、超ロマン型友情キャラとして生まれ変わった。近畿19なんかで友情で雑魚を一気にぶっ飛ばせるのがマジで気持ちよかったな。あとは耐性も強くて裏覇者23なんかでも活躍してたし、何より光属性のグリッターボールがまさに真珠って感じでオシャレだった。そしてカメハメハは重心化によって持ち前の砲撃型を捨てた結果ガメハメハとなり、代わりにサラスバケが重心化によって砲撃型の超強スパークバレットとラウンドフラッシュを獲得。8ターンで打てるリターン SS によって中心への配置もしやすく、
使ってて楽しい友情キャラに様変わり。そして2020年7月、モンストフリークでパンドラが獣神化。持ち前の追従型貫通弾が3方向追従型貫通弾に進化し、さらに副友情には進化のエナジーバーストが搭載。進化と神化を合わせた順当強化って感じでナイスだな。欲を言えば、せっかくかつて時代を作った新春限定キャラだから、ルシアガブみたいに大々的に分岐獣神化で発表して欲しかったってのは、多少思ったかな。パンドラ獣神化はアビリティ的に進化ベースの要素が強くて、重力マインステージの優秀な殴りキャラとして重宝した印象が強いっす。そして夏には新たなアルファキャラのヤマトアルファが登場。砲撃型光属性キラー魔法陣ブーストのノル超強分裂貫通衝撃波と超波払いを所持しており、さらに友情コンボが発動する分身をセットするという新たな SS によって、友情コンボ禁止クエストでも友情を出せるという抜け道が爆誕。近畿級で友情が使えるっていう違和感がすごかったな。その後ミョルニルに獣神化が追加され、砲撃型初の超強機弾に殲滅力の高い超落雷を友情コンボ ×2 で大盤振る舞い。これも使ってて最高に気持ちいいキャラだった。友情コンボ ×2 が一気に出せる爆発誘発との相性が良くて、超砲撃待ったなしだったぜ。そして花の聖ジャスミンが登場。2種のキラー M が乗る超強トライブパルスと貫通弱点ロックオン衝撃波によって強絶ノクターンを友情ゲーにしてしまい、救世主となった。ノクターンは普通にやると雑魚処理がめちゃめちゃ大変だったから、ジャスミンに当たるだけで雑魚が溶けていく光景は衝撃的だったな。さらに2020年9月末、新たな超獣神再限定キャラハレルヤが実装。進化には新友情となるロックオンツインワンウェイレーザーが砲撃型の友情ブースト付きで搭載され、神々はカウンターキラーのノルクロス分身弾が実装された。進化の方が新友情ということでインパクトはあったんだけど、神化のクロス分身弾がなんか異常に強くてビビった記憶があるな。クロス分身弾も貫通でメイン友情につくとここまで火力が上がるのかと。もちろん貫通重力ダメを対応を生かして近畿16ではめちゃめちゃ強かったんだけど、クロス分身弾が楽しくて他にもいろんなクエストで遊ばせていただいたぞ。そんな中迎えるモンスト7周年イベントにてさらなる衝撃がストライカーたちを襲う。2020年10月、マナ獣神化が実装。マナの代名詞であったインボリュートスフィアがモア&ナローへ進化し、マナに当たるだけでより広範囲に高火力を出すことができるように。それまでのインボリュートは結構隙間があって雑魚の取り逃しがあったけど、モアとナローでその弱点が補完されて天とチムの差があったな。初めてインボリュートスフィアが実装された時の衝撃をそのまま思い出したし、周年イベント会場で使ってみた動画が公開された時も強すぎて演者たちの呆れた声が漏れ出てたのを覚えてる。確かこの時初行ブリセットが初めて行われて、マナで初行回り回った人も多いんじゃないかな。しかしそんなマナ重心化一色の中、それに並ぶレベルのバカタレ強友情コンビが爆誕する。2020年11月、宿命のトーマ6にてペルセウス&マルタが実装。一時代を築いた通称ペルマルコンビだな。まずマルタは貫通砲撃型の友情コンボに超絶貫通拡散弾 EL3 と全敵超落雷を所持。この貫通弾が当時の環境においてトップクラスの火力を叩き出し、貫通弾で取り残した雑魚は落雷で拾うという友情の相性も良かった。当時台頭してた強友情キャラのマナや TFA と比べて、マルタは貫通でお互いの友情を拾いやすいのも偉かったよな。そしてペルセウスは貫通のスピード型で友情コンボには白爆発と友情アップ持ちと超砲撃型時代にぴったりの友情サポート性能で、パワーアップバフ SS によって味方の友情威力をさらにアップすることができた。そんな強力な砲台貫通キャラであるマルタと友情サポート最強のペルセウスの相性が抜群で、覇者や近畿、玉露など多くのクエストを友情で崩壊させていき、ペルマル時代を築くまで至った。この2体をイベガチャで同時に狙えたのがヤバすぎたし、副産物としていっぱい出てきた黒いおじさんも笑顔が素敵でよかった。さらにこの同時期、完全新規コンテンツ司会の冒険船が開催され、新たな大型運枠が追加されることとなる。それがトレノバの実装。そして爆誕した新友情グロースフィア。グロースフィアはその名の通り敵に触れるたびに成長する球体で攻撃するといったもので、発動するとまず一番近い敵に飛んでいき、その後はステージを縦横無尽に駆け回り敵に当たるたびに威力が上昇していく。スフィアの動きはランダムなんだけど、壁の8つのポイントを不規則に行き来しているらしいな。そんな感じでグロースフィアはランダム性はあるけど結構画面を広く動いてくれて友情範囲がとにかく広いし、何より火力がバグレベルに高かったからこれ年始友情クラスに強くないか。って感じで一気に話題になったんだ。トレノバ艦隊でイチャついてたら諸国クエストなんかポンポン1で抜けできるようになって運4周回に革命が起きちゃってたぞ。当時は豪絶のアブブタやアンチテーゼ、コンプレックスなんかが運枠として人気だったけど、一気にトレノバ一色になってトレノバ運枠時代を築いたまである。その分トレノバは運曲作るのも大変だったけど、
マルチカメクエループで頑張って周回してたぜ。そして2020年12月のモンストクリスマスではカメハメハアルファが実装され、超砲撃の反撃モードによる等倍超強ソリッドバレット&電撃弾によって豪絶モラルは涙目に、そして途端に泣き崩れる本家カメハメハ上進化。そしてモンストは新年2021年を迎え、新春鳥獣震災限定キャラアルセイヌが実装、ダンサーインザダーク。アルセイヌファントムモードには新友情となるパワードライブが実装され、ド派手な衝撃波が壁をスタイリッシュにトラベルすることで、壁際の敵に凄まじいダメージを叩き出した。壁際にいる情弱雑魚たちは全員溶けていったな。サブ友情のマーキングボムも高火力かつ友情誘発もできてかなり優秀だったぜ。そして正月イベント終了直後には新イベサイエンス星プリンセスにてニュートンが実装。濃厚すぎていじられ続けてきた乱気弾にとうとう超強版が砲撃型で実装され、万が一命中した場合の威力が凄まじく、全くバカにできないものとなり、ニュートンの超強乱気弾数発で豪絶コンプレックスがみるみるうちに溶けていく。さらに豪絶エリミネーターではマーカーでしか倒せないはずのオテテを友情でしばき倒してしまうなど唯一無二の活躍を見せた。超強乱気弾だけじゃなく超砲撃超強クロスウェーブのおかげでの幕へワンパン要因としても使えたし、マジで引っ張りだこだったぜ。まさに完璧で究極のアイドル。さらにその1ヶ月後、ワールドトリガーコラボ第1弾にて実力派エリート陣雄一が実装。トライアングルボムとブーメランが砲撃型で実装され、特にそのアルセイヌとの相性の良さが注目された。というのもアルセイヌと陣は共に貫通の重力対応で動きやすく、アルセイヌの砲撃型パワードライブで壁際の敵を殲滅し、取り逃がした中央付近の敵を陣の砲撃型トライアングルボムで潰していくコンボが強力で、激手浴び友情と相性が良く、さらに語呂も良い陣セイヌが名コンビとして活躍した。超砲撃にできる上、お互いが友情誘発をし合えるから理想火力を出しやすかったのも良かったな。あとはアトリコラボはアマトリチャーナなんかも UVM 砲撃型ウォールボムで原作再現のバカタレ爆撃を繰り広げちゃって、星5制限クエストにおける地下の出動率は異常だった。オサムも原作の残念感が再現されてたな。そして2021年2月には新オリトラ限定の新能が実装され、砲撃型の砲電で活躍。アナスタシア神殿ワンパンの補助でこの高火力砲電が有能だったのと、イラストもかなり有能だったな。さらに3月にはハーメルンに重心化解が実装され、全敵ロックオンレイザー EL に超絶爆発、デコで超砲撃型と魔改造される。そして途端に泣き崩れるロキ重心化解、本来ロキがもらう路線の魔改造をもらってて、全敵ロッキオンレイザーとか言われてたな。TFA と近い性能ではあったけど、中性の安定感があるし、A ギガバイトもあって超ストレスフリーで個人的にめちゃめちゃお世話になったキャラだし、爆発プラスレーザーの演出でしか得られない栄養があった。さらに豪絶イグノーが追加され、貫通砲撃型から繰り出されるソリッドバレットは雑魚ボスともに高い火力を出すことができた。トレノバとアビが被ってないのが良かったのと、早速このイグノー周回でハーメルンがはちゃめちゃに強かったぜ。そして2021年4月の私立モンスト学院にてモーツァルトアルファが実装され、友情ビット展開からなる砲撃型の超絶ホーミング12とウォールボムは期間限定ガチャを分回させるほどの求心力を生み出した。何よりド派手な演出が使ってて楽しいし、デフォでめちゃめちゃ強いから友情ビット展開する前に大体クエストが終わっちゃってた印象だな。そして途端に泣き崩れるモーツァルト重心化解。さらに翌月、超重心祭にてバサラが実装、属性キラーとモードからなる殴りプラス友情火力が非常に強力であり、クエで無双。ちょうどこのぐらいの時期に超バランス型の属性効果倍率が 5% から 20% に魔改造されて、その運恵みをもろに受けたのもデカミ。そしてその後フラパ2021にて、何年経っても色褪せない、最強運枠師筆頭のあのキャラが初実装されます。不公平なまでもの強さを誇ったあのキャラだな。2021年7月、豪絶アンペア初降臨、超強し超弾で雑魚を蹴散らし、新友情コンボであるマーキングミサイルでボス単体にもすんごい火力を叩き出し、包み方友情誘発も可能。嘘みたいだろ、これでガタなんだぜ。まだミサイル出ちゃうのっていう絶倫っぷりに何度も驚かされたし、敵が死んだらちゃんとマークが移動するの嬉しい。あとちゃっかりパワーアップバフ SS 持ってるのも謎に強いし、優秀なギミック対応と原用キラー M で高難易度にも適正持ってるのも偉い。それまでパッとしなかったマーキング界に衝撃を残しました。割と移り変わりが激しい降臨界隈なんだけど、3年経ってもおすすめ降臨キャラの枠には入ってくるし、本当に色褪せない怪物キャラでした。そしてさらにフラパ2021ではフィナーレでカマエルやザドキエルなどの5大天使が一斉に重心化を果たし、特にカマエル重心化は砲撃型に新友情のランページ反射レーザー EL-1 が実装され、キラーも相まって派遣レーザーキャラに君臨する。GFA の衝撃再来だな。ジャッキに謎の高攻撃力で殴りもかなり強くて、SS ブーストで敵倒してたら勝手に SS が溜まっていくし、その上 SS も威力が
がとんでもなくて、友情最強に止まらないガチガチの派遣キャラだった。そして2021年8月には劇中限定のアナスタシアが実装。両形態とも砲撃型と友情コンボガチ勢なキャラになってて、片や全敵ロックオンレーザーと白爆発により汎用性抜群、片や5本のダンクレーザーで一発土管のロマン砲キャラになってて、両形態ともに破竹の大活躍。貫通のは使いやすいギミック対応にゲージなしなのが本当にストレスフリーで使いやすかったし、反射の方は言わずと知れた神殿ワンパンキャラとして唯一無二の活躍をしてて必須クラスのキャラだったな。反撃モードのおかげでロマンの塊だったダンクレーザーが必中になり実用化に至っちゃいました。そしてその後のブリーチコラボでは UVM の妖怪カンホが優秀な筆画や東四郎が実装されたり、成長する玉グロースフィアが星5キャラの松本蘭菊に搭載され、制限クエストで活躍。これぞ原作再現。さらに2021年9月には新豪絶ダウトが登場。新友情のエナジーボールはダンク系で技量が必要なものの、適着弾時の破裂範囲が非常に広く、ボス近くの誰かに当てたらいいから、実用よりの効果力友情になってて、アビも撃手も優秀なため、こちらもアンペア同様運枠として非常に長く活躍することとなる。豪絶分断者シリーズ、優秀なキャラ多すぎるよな。そして翌月のモンスト8周年記念イベントでは、小野の小町二重進化が追加され、新友情のハイクロスステンガーが実装。さらにモーセの重進化が追加され、かつてモーセ神化のお箱であったスプリットバレットは消失し、幻の友情コンボに。友情の演出が重すぎたから没になった説。そして8周年イベントではリゼロコラボなんかも開催されて、ここでは星5キャラのベアトリスなんかが貫通砲撃型の UV 超絶貫通拡散弾持ちで実装されて、制限クエストではお手軽強友情キャラとしてお世話になったかな。も震えました。さらにその直後には新劇中限定キャラのエビスが実装。地震で完結して友情が強いのは砲撃型ラウンドスパークを持つ服の神の方だったんだけど、脚光を浴びることとなったのは漁業の方で、属性キラープラス魔法陣ブーストのノルコピーによって、ネオを筆頭にその後多くの強友情キャラをサポートし、引っ張りだこな売れっ子キャラとして台頭する。てください。何気に副友情もエグい火力出る視聴バラプラスキラーで殴りも当然強いし、で低中高難易度全てで大活躍だったぜ。その後は新限定キャラのアンドロメダが実装され、砲撃型初の3方向追従型貫通弾の搭載によって凄まじい爽快感と破壊力を両立させた。近畿30でのイメージが強いけど、友情もめちゃめちゃ強かったもんな。そしてその後もオーサルトに重心化会が実装されるも、かつての砲台キャラとしての輝きは失われ、その後シャーマンキングコラボで朝倉陽が実装。スピードアップ ×2 プラスダブルキラープラス割合 SS で友情によるサポート丸、イニッシュ力丸で、これもかなり使用頻度の高いキャラだったぜ。そして信号絶カウシーディア、失礼カウシーディアが実装され、貫通砲撃型の超強スパバレ持ちと豪絶は超友情キャラがさらに続くことに。モロチン超強スパバレが強いんだけど、副友情にお手軽に味方の SS を短縮できる新友情バウンドチャージが搭載されて、これがマジで便利だったし、この後あの限定キャラにも搭載されて、いろいろと悪さすることになるな。そして2021年12月には劇中震災に貴重が実装され、砲撃型初のハイクロスステンガーとクロス爆撃が猛威を振るい、来たる新年の2022年、新たな新春超重震災限定ネオが実装。リフレクションリングの爆弾によって由緒正しき引っ張り友情ハンティング時代が再到来することとなった。